WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。寺西ゆうまです。AKB48 の武藤乙女です。こちらのドラマはですね、人生いろいろ、ファミリードラマなんですが、本当に、主に家族の愛というものを描いているドラマかなってすごく思いますし、僕も長崎から数年前に上京してきて、いろんな家族との思い出とか感情を持ってきたんですが、なんか東京の街に慣れていくと、そういったものが薄れていって、なんと、その途中にこのドラマと出会って、その田舎にいた時の思い出だったりとかをこう思い出させてくれた、すごく大切なドラマになってます、僕は。私はでも今回、その連続ドラマというものが AKB48 の作品以外で初めてだったので、すごい緊張してたんですけど、最初から優しく、接してくださって、読み合わせとかもねやってくれたりとかして、はい、とてもやりやすかったっていうか助けられましたご本人も真面目ですし、役もすごい真面目なで、なんていうんですか、芯のある役なので、そういうところがやっぱりおすすめポイントなんじゃないでしょうか。ありがとうございます本当にお金持ちの娘さんなので役は、僕があんまりちょっと貧乏そうな、貧乏というか、ちょっとまんじゅう屋、つぶやかなまんじゅう屋なので、なんかちょっと差が激しいんですけど、でも、そういう人にしかできないことってたくさんあると思うんですよ。なんか、ちょっと、お金持ちの方たちだと、すごい派手なとこに行ったりとか、すると思うんですね。でも、そういった人たちって多分、こう、田舎に帰って、僕だったら多分、こう、田舎町を歩いたりとか、思い出の海とか、そういった感じのことをなんかしたいかなと思いますね。なんか美味しいお魚があるんで、九州って、九州でめちゃくちゃお魚がいいんですよ。東京の人には分からない味があるんで、それをなんか食べていただきたい。ああ、いいですね。多分、僕は思います。あ、でも結構食べ歩きとかは好きなので、美味しいものをいっぱい食べたいですね。その名産というか、ちゃんぽん。あ、ちゃんぽんね。とか、ハウステンボスも行きたいですし、あとご飯って何が有名なんですか？ご飯は、ご飯っていうか、なんだろうな。海鮮？魚もそうだし、あとカステラとかもそうだし。ああ、聞いたことあります。そう。なんかなんだろうな、揚げ物とかもやっぱり、かまぼこ。かまぼこ？かまぼこは有名ですね、あと。へぇ。その生の魚をすりおろして、こう、揚げるやつなんですけど。で、有名な、しきみかまぼこっていうのがあって、そこで多分東京では多分食べれないんで、そうですね、それを多分食べさしに行きますかね。そうです、なんか食い倒れツアーみたいなそうですね、僕が、先ほども言いましたけど、こう長崎から東京に来て、ちょっと家族の思い出だったりとか薄れてきた中で、この人生いろいろ出会って、そういった思い出を蘇らせてくれたドラマになったので、気持ちをね、だからこのドラマを見ていただいて、僕と同じような気持ちを持ってくれる方がたくさん増えたらいいなと思って、僕のこの役も演じているので、そういった方たちにたくさん見ていただきたいです。やっぱりファミリードラマなので幅広い年齢層の方に見てもらいたいなと思いますし、そうですね、そのつぶるかけの和菓子屋のお家である一方、森家は結構お金持ちなお家のお話だったりするので、なんかそういうなんか あるあるとか、そんなのあるみたいな、なんかそういうのをドラマを見ながら、なんか共感だったり、って思うところだったり、なんかそういうのをいろいろ感じてもらいたいなって思います。そうですね、そうです、多分あまりこういったドラマって多分ないんで、なんかこの改めてこの人生を通して、家族っていいなって、例えば自分の家族に生まれてきてよかったなって思ってもらえる、多分そういった気持ちをくれるドラマだと思ってるんで、そういった感情を持ってもらいたいです。メンバーが他にいなかったので、違う、やっぱり寂しい気持ちもありつつ、自分一人だから頑張んなきゃって思うところもあったのででも、そうですね、今回この作品では、前回別の作品で関わった方一人いらっしゃったんですけど、その以外は皆さん本当に初めましただったので、
私のきっとアイドルをやってるところは知らないだろうなって思いながら。知ってますよ。本当なんか、そう、なんか SNS の配信とか、そうそうそうあの、なんか見てくださって。覗き見してますから。でもそんな見られてると思ってなかったんで、なんかすごい恥ずかしいんですけど。いやいやいや。でもなんかね、そういうアイドルっぽくない私も、なんか見れるんじゃないかなと思います。うん、違うと思います。もう新鮮だと思います。しかも、彼女役なんてね、怒られますよね。ファンの人。怒られはしないですけど、まあ、そんな私を見ることは多分ないでしょうから、ぜひね、あ、こんな感じなのかなって思って見てもらえたらいいのかなと思います。この人生いろいろは本当にたくさんの人と関わって一生懸命作ったドラマですので、改めて家族一団となって見ていただけたら、またね、そこに愛が生まれると思うので、ぜひ見ていただきたいです。はい、私はそうですね、AKB 以外の連続ドラマは初めてなので緊張したんですけど、一生懸命頑張ったので、見てると心が温かくなるようなお話になっていると思うので、ぜひ見ていただけたらなと思います。